ハニューユズルがグッチアンバサダーに、フィギュアスケーター史上初のファッションショーデビューに世界が新刊。ハニューユズル選手、29、がイタリアの高級ブランド、グッチのアンバサダーに就任し、ついにランウェイデビューの可能性が浮上してきた。フィギュアスケーターがファッションの頂点を目指すという前代未聞の動きに、ファンの期待は高まるばかりだ。この大きな話題を受けて、ハブファンの間では大きな盛り上がりが見られる。ハブくん、すごい。 これからたくさんかっこいい姿が見られるのが楽しみと歓喜の声が上がっている。実際、グッチジャパンの社長も SNS で祝福のメッセージを投稿。今後の実りあるコラボレーションを楽しみにしていると、期待感をあらわにしている。ビジュアルで着用した製品もすでに売り切れ始めるなど、ハブ選手の影響力の大きさがうかがえる。この契約は実は約半年前から芽生えていた可能性がある。昨年6月にオープンした。 グッチ銀座ギャラリーではハブ選手の写真展で幕を開けており、また8月発売の雑誌、ELLEJAPON の表紙もハブ選手が飾っていた。この時期にはすでに契約の話が進んでいたのかもしれない。さらに、9月のテレビ番組出演やアイスショーのリハーサルでも、さりげなくグッチのアイテムを着用している姿が確認されていた。つまり、 ファンの間では半年以上前からハブ選手のグッチ起用が予兆されていたのだ。しかし、その一方でアイスショー、ファンタジーオンアイスへの出演が見送られる可能性も浮上している。通常、ハブ選手はほぼ毎年恒例で参加しているこのショーだが、今年6月に行われるミラノコレクションの日程と重なっているためだ。これまでのところ、ミラノコレクションへの参加が決まっているわけではないが、 グッチアンバサダーとしての新しい役割を果たすべく、ランウェイデビューを目指しているとの憶測が流れている。注目を集めるフィギュアスケーターがファッションの頂点に立つのは、まさに画期的な出来事となるだろう。フィギュアスケーターがコレクションのランウェイを歩くのは史上初めてのことです。表情ランウェイを歩くなど、これまでにない新しい試みも期待されています。ハブ選手は、プロ転校後も常に新しいことにチャレンジし続けてきました。 今度はファッションの王者を目指すのかもしれません。フィギュアスケート関係者。ミラコレーの出演が具体化すれば、その瞬間、世界中のファンを驚かせることになるだろう。これまで真摯な姿勢で表情を待ってきたハブ選手が、今度はランウェイの上で魅力を発揮する。その光景を目にするのを、ファンは待ち望んでいる。そしてこの挑戦は、フィギュアスケート界にも大きな影響を与えるかもしれない。 これまでの常識を覆すハブ選手の新たな一歩は、この競技の未来像を大きく塗り替えるきっかけになるかもしれない。次の冬季五輪の開催地がミラノであることも見逃せない。プロ転向も、新しいフィールドで自己を磨き続けるハブ選手。次はファッションの業界で頂点を目指すのかもしれません。全室関係者。いつかは五輪の金メダルを手にしたいというこれまでの夢に加えて、 ついにファッション界での栄冠を手にすることができるのか。ハブ選手の次なる挑戦に、世界中のファンは熱い視線を向けている。